My dog is barking. よし、いただきます。 Jaw drop. Oh, come on. You get her, Albedo. Why, you lolly? Oh, here we go. This is a good theme song, bro. What's wrong with you, huh? Yari yari. One hand. Hey, yeah, don't mess with him, bro. What? Oh no. Alright,
現物でも構わないからさ。待て待て。分かった。これで問題はない。I mean, it's a heel, right? The heck? Why, are you a chick boy? Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku.
そのバレアレということはどんなタレントを持ちなんですか。知らないということはこの辺りの人ではないのですかね。昨日ついた僕にウフィーレやバレアレといって名の知れたクス氏の孫にあたる人物なのですが、彼のタレントはあらゆる街。 So that was him? So that was him. このエランテル周辺に出没するモンスターを狩るのが目的です。モンスター討伐ですか。と、実のところ依頼された仕事というわけではないんです。仕留めたモンスターの強さに応じて町から組合を通して報奨金が出ます。それが今回の報酬になります。なるほど。ドロップアイテムを手に入れるようなものか。周囲の人間は危険だ。損する人間は誰もいないって言うと、まあそういうわけで、ここから南下したところにある森の周囲を探索することになります。どうでしょう、私たちに協力してもらえますか。ええ、こちらこそよろしく。では共に仕事を行うのですし、顔を見せておきましょう。What?Stupid. I know it. Shut up, slug. Oh. What?Oh. So his grandma did that favor.Because the girl exposed him about the potion. なぜなら。私は昨日この町にやってきました。親しい友人はおれば誰も私のことを知りません。にもかかわらず、なぜ。実は宿屋の一件を聞いたんですよ。宿屋の一件。はい、あっという間に上のランクの冒険者の方を吹っ飛ばしたって、うちのお店に来ていた方が噂してまして、ちょうど今まで頼んでいた方が別の町に行かれたようなので、せっかくですから新しい方にと、それにカッパーのプレートの方ならお安いかと思いまして。確かに安いかと思うな。では早速出発しましょう。 Nah, bro. She looks crazy. それは、巫女姫の証、エイジャン
てたからさ。奪ってあげたら発狂しちゃったんだよね。着用者の自我を封じることで人間そのものを行為魔法を吐き出すアイテムに変える人気を巫女姫から無理に奪えばどうなるか知らぬわけではあるまい。それにそのアイテム適合するのは100万人に1人使えるものがいなければただのガラクタにするのだからさ同じ秘密結社ズーラームーンの幹部として協力しないカジット・デイル・バラン・デイルデイルはすでに捨てた名だお町にはどんなアイテムでも使えるっていうタレント持ちがいるんだってそいつならこのアイテムに使えるんじゃないかな人を一人さらうくらいならお主一人で十分ではないかどうどん一抜けのダッチにでっかいイベントを起こしたいんだよねそのどさくさに紛れて逃げるということかそれでカジッチの儀式に協力すると言ったらどう悪くないんじゃない素晴らしいなクレマンティクレメンタイン Walking Dead Okay, so that was the episode of Overlord. That was episodes 4 and 5. 5 was kind of a chill and a build-up. Episode 4 ended the part of the village. So yeah, that's it. That's all I gotta say in this video. Clementine, huh? Reminds me of Walking Dead Clementine. From Telltale. The beloved Clementine. Anyway, that's it. Oh, my eyes hurt. That's all I gotta say in this video. Drop a like, comment, share, and subscribe. Turn the post notification bell on so that you won't miss out any of my future videos, future uploads, and so on this channel. So, thank you guys so much for watching, and peace out.